種類をお願いします。次はさっき蹴ったインステップのこのキックとは別でインフロントと言われるこの親指の付け根ぐらいのところで、付け根のところでボールと地面の間をきれいにダフらず入れて弧を描くように相手に蹴ります。これも蹴れるといいっすよね。カーブかけてロングボール、このキックをするとインフロントだからカーブっぽくこういう回転になるから、うん、こういう回転、カーブのこういう回転、うん、今まで蹴ってたのはバックスピンだとか、うんうんうん、こういうちょっとアウト回転、低くて速いボールを蹴るときにアウト回転になるし、うん、同じフォームのままボールを浮かすキックはちょっとバックスピンみたいな回転になるイメージ、うん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 、でも今度のはつま先の親指のところでイン回転にかかるように結構する。これ結構使いますね、これも、うん、これが一番使いやすいと思う。そうっすよね、うん、ドリブルしながらとかトラップした後に、おお。これも振らないようにボールと地面の間をきれいに入れることは